チームスワンとは楽しくなきゃいけない。もちろん勝つことが楽しいことであり、負けるのが楽しいことであり、ただ、まあ、球場に来て逃げる逃げたり、やっぱりスワンにドキドキするとワクワクするので、それがチームスワンの本当のことなので、我々は全力でワクワクする、ドキドキする、そして最後、勝てるゲームを皆さんにお見せしたいなと思います。2024東京ヤクルトスワローズ開幕。ゆうちゃんのチャンネル登録絶対して。